全日本がまあ悔しい結果にはなって、そうですね、しょうがないですけどね、レースなので、はい、もう僕も全力でやっての、ね、結果と判定だったので、しょうがないですけど、それでいい時もあるし、悪い時もあるからいいんですよね、本当にもう受け止めてて、まあ、一着入線でもあったし、まあ、レースのだからこそ悔しい部分もありますけど、まあしょうがないです、少し、まあ、気持ちをまあ切り替える部分とこことまた名古屋ダービーが結構すぐでもあるので、それが、あの一番ありがたいことというか、あの気持ちが切れないので、本当に緩めるところもなく、はい、そうですね、また一つじゃあ、まあ、奈良が少しちょっと特殊な三々というか、難しいですよね、本当に丸みたいなバンクなんで、その一瞬の判断が遅れたら、ね、立ち遅れてしまいますし、まあ、あの油断も隙もないバンクですから、常に本当に先手先手というのがより求められて、いや本当ですね、はい、まあ前々に攻めていく気持ちは持っていきたいですね、はい、また、はい、ここで弾みつけて、そうですね、名古屋で久留米の分は結果出せれるように、まあ、取り返すチャンスがあるっていうのは本当にそうですね、やっぱいいことなんですね、やっぱしあのダービーっていうのを自分の中で一番の目標に置いてるので、で去年は本当にビサ悔しい思いして、っていう思いもあるし、だからやっぱ今年はまあ、あのダービーが2回あるという、あの選手にとってはすごくありがたいことなので、あのチャンスを生かせるようにね、あの結果を求めていきたいですね、もうそういうこと、久留米の失格があったからこそ平原や、よりやってくれるだろうもありますね、やりたいですけどねまあちょっと奈良も弾みつけて、はい、そうですね、はい、頑張ります、ありがとうございます。